倉敷美観地区はそんなに被害を受けていないので、まあ、今でもやっぱり綺麗な街並みですし、すごくいい観光地だと思うので、ぜひやっぱりこういう時だからこそ、やっぱり美観地区に来ていただきたいなと思います。飛車逃げないで救急角成とね、いちいち角成とやってきたのがすごいいい判断だったと思います。やっぱり被災された中にも将棋ファンですとか将棋のこと好きな方いると思うので、まあそういった方々が、まあ、自分たちの将棋を見て、まあいい将棋だったなと思ってもらえれば、それは最高に幸せなことかなと思っています。